亀の瀬トンネルは、かつて日本の国有鉄道関西本線の河内県城駅王子駅間に存在した、全長下り1699メートル上り1703.5メートルの鉄道トンネルである。現在の関西本線にあたる路線のうち、JR 南波駅奈良駅間は、大阪鉄道が明治20年代に建設、開業させたものである。同線の工事は、 港町側から始まり、まず、柏原駅に至るまでの区間が1889年5月に開業したが、ここから先、県城村から大阪府、奈良県境までにかけての区間には、伊駒山地と金剛山地の末端に挟まれた難所かつ愛路である、亀の背越えが存在していた。この一体は地滑りが、たびたび発生し、1889年に、 着工された亀の瀬トンネル、芝山トンネルも異常な圧力を受け、工事が完成してもレンガに亀裂ができ、崩壊する危険性に見舞われていた。そのため同社では、とりあえず柏原から亀の瀬トンネルの入り口付近に、当たる場所まで1890年9月に線路を敷き、そこに亀の瀬狩駅を設けた。そして同年12月に、反対側の奈良駅から、 王子駅までの路線を開業させた後、翌1891年2月から同じく亀の瀬トンネルの王子側に今場山狩駅を設け、両駅の間を人力車で連絡させるようにし、半田間の路線を暫定的に開業させた後、同年から改築許可を受けてトンネルの改修を行い、1892年2月にようやく亀の瀬トンネルの供用を開始。 港町奈良間4 1 2トルを全通させることができた。同社は1900年に関西鉄道に合併され、さらにその関西鉄道が1907年に鉄道国有法に基づいて国有化された後、1924年には輸送力の増加に応じて伏線化が行われ、北側に並行してもう一本のトンネルが改作された。しかし、 地盤の悪さは変わることがなく、九百三十二年一月に大規模な地滑りが発生し、亀の瀬トンネルを含め周辺の路盤は土砂に飲み込まれて地形が変わり、復旧の見通しが全く立たない状況に陥った。同年二月、鉄道省では亀の瀬トンネルの使用を中止し、開業時のように亀の瀬西口駅、亀の瀬東口駅という仮駅をトンネルの両側に設置し、 徒歩連絡とすることで暫定輸送を開始した。同年4月にはトンネルはほぼ完全に崩壊したものとされた。なおこの年発行された内務省地理調査所の地図では復旧工事の計画が全くまとまらない状態であったことから通常なら復旧後の形で描かれる普通区間に関して仮駅設置時の状況がそのまま描かれた。また、 同年6月にはよりスムーズな接続を行えるようにするため、関西本線が大阪電気軌動桜井線の安藤駅付近を通る箇所に柏原仮上工場を設置、大気桜井線下田駅と和歌山線下田駅の間を徒歩連絡として、天王寺柏原、安藤下田、下田王子ならという代替ルートを形成した。その後、復旧工事については、北側通過案など、 様々な案が出た。しかし結局は、不安定な地盤を避けるため、大和川を2回またぎ南川対岸の明神山にトンネルを開作する案が採択され、1932年7月に着工、同年大晦日に開通した。これに伴いがめの瀬トンネルは完全に放棄されることとなり、柏原放流時間で6回も大和川をまたぐという線形が形成された。 2008年に発見された亀の瀬トンネルの内部上述の通り、亀の瀬トンネルは完全に崩壊、埋没し、失われたものと考えられていたが、約80年の時を経た2008年11月、大和川河川事務所が地下水を排水するためのトンネルを設置するために山を掘削したところ、亀の瀬トンネルの一部がほぼ原型を留めた状態で発見された。 明治時代に建設された旧下りトンネルは約66メートル、大正時代に増設された旧上りトンネルは約50メートルが残存していることが確認されている。この箇所は地滑りブロックをわずかに外れていたことから悪海を免れたものと考えられている。明治時代のトンネルは内壁にイギリス積みで組まれたレンガが残り、上方には 上気機関車の通過で付着した媒円が確認されている。これらのうち、排水トンネルとの交差部から離れた旧下りトンネルの王子砲39メートルについて、約120年前のトンネルの貴重な意向として保存されることとなり、地滑り対策事業の見学会に合わせて公開されている。ありがとうございます。